こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。この動画は続きものですので、初めての方は第1回目から見ることをお勧めします。再生リストの潜在意識コントロール教室をクリックしてください。お急ぎの方は最初の4本の基本講座をご覧くださいね。さて、皆さん、今までにいろいろな潜在意識のコントロール法を学びましたね。それは、癒す、褒める、叱る、励ます、諭すでしたね。その中で、諭すだけは、現在の自分が成長していないとできない、ということでしたね。それはなぜかというと、例えば仕事で頑張るように諭したいとき、仕事の価値がわかるのは、仕事で頑張った成功体験がある人だけなので、その体験がないといつまでも仕事の価値がわからないからです。でもそうだとするとちょっと困ったことになると思いませんか？仕事の価値がわからないから成功体験がないのですから、成功体験がなければいつまでも価値がわかりませんよね。これは大きなジレンマです。現在の自分が仕事の価値をまだよくわかっていないのに、潜在意識を諭せるはずがありません。でも潜在意識を悟らせないと、現在の自分も仕事の価値がわからないままです。安心してください。こんな時に使える方法が2つあります。今日はその1つを学びましょう。ということで、今日はアファメーションの活用法を学びます。アファメーションとは何でしょうか？簡単に言うと、自分に対する暗示の言葉です。例えば、あなたがこれからくじで一等を当てたいと思っているとき、心の中では言葉を唱えていませんか？私は一等を当てる。私は一等を当てる。私は絶対に一等を当てる。言葉を唱えると当たる確率が上がりそうな気がしますよね。こんな風に言葉を唱えるとパワーが増すということをなんとなく知っているというわけです。前に言葉を唱えたら一等賞が当たったという体験がなくても、言葉を唱えるとそれだけ力が湧きますよね。これがアファメーションの効果なのです。ですから自分に必要な言葉を何度も唱えることで意識がフォーカスされるので、それだけその言葉が現実になりやすくなります。自分にしっくりくる言葉、力が湧いてくる言葉を自分で見つけてそれを唱えましょう。アファメーションの言葉を作るときに大切なことは他人を入れないことです。例えば、上司は私を褒めてくれるというようなアファメーションはダメです。もちろん、片思いの相手に対して彼は私を愛してくれるというのもダメですよ。アファメーションの言葉は必ず自分自身で完結する内容にしましょう。アファメーションを唱えると現在の自分の意志が強くなり、目的に向かって集中できるようになります。ですから成果が出やすくなるというわけです。そしたらそのうちに小さな成功体験ができるでしょう。それを積み上げていけば、だんだんと仕事の本当の価値がわかるようになります。次回はその小さな成果を積み上げる方法をご紹介しますね。アファメーションは現在の自分への暗示ですから、寝る前ではなく、いつでも思い出した時に何度も唱えてくださいね。